K1 公式 SNS では K1 の最新情報をはじめ、各 SNS でオリジナル動画やコンテンツを随時配信中。フォロー、友達登録してパソコン、スマホで K1 を楽しもう。ปีแล้วครับก็อยากแก้แค้นบ้างครับผมก็ดีใจครับクラッシュライト級王者ムエタイ大魔神ゴンナパーウィラサクレック2018年の K1 ライト級世界最強決定トーナメント、はい、これ楽しみだっていう方も多いですね。優勝大本命と言われて参戦したゴンナパー、สบายอะไรด้วยครับก็คิดหลายอย่างแต่ตอนนี้ก็พร้อมที่จะสู้อีกครั้งแล้วครับก็กลับมาทั้งกายทั้งใจแล้ว一つそれぞれいろいろあると思うんで、まあそういう部分もあったのかなと思うんですけど、まあ結果としては多分変わってなかったと思うんで別に。挑戦者、小足のウインク、篠原優斗。子供の頃から様々な大会で手にしてきたトロフィーは100を超え、 K1 甲子園クラッシュスーパーライト級のタイトルを手にした格闘エリート。今回ゴンナパーを倒し2階級制覇を狙う。これまでクラッシュの2階級制覇を成し遂げた王者たちはいずれも階級を上げての体感。過去にスーパーライト級の王者となった篠原の狙い、それは下げて2階級制覇っていうのをやってみたいです。今回前回より自信はかなりありますね。こんなパー選手倒して林選手にリベンジするっていう形でタイトルを取りたいです。クラッシュで取れないと K1 でも取れないと思うんで、クラッシュしっかり取って K1 も取りたいです。K1 タイトルへの踏み台にはならない。ไม่เคยครับมีแต่แพ้แล้วก็มาชนะครับผม篠原にリベンジを成し遂げさらなる高みを目指す。อยากชกเหมือนเดิมครับก็อยากจะชิงแชมป์ K1 รุ่นนี้พิสูจน์ไปเลยว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งของ屈辱の敗戦から1年半、心身ともにベストなゴンナパーがリベンジに挑む。วันที่21เดือน6นี้ทุกคนจะได้เห็นปีศาจบนเวทีแน่นอนครับผมมวยไทยไดมาจิ初めて連敗させてやりたいです。2回倒せばもう文句ないでしょ。6月28日クラッシュライト級タイトルマッチ、王者ゴンナパーウィラサクレック VS 挑戦者篠原優斗。